こんばんは。今週もこの時刻やってまいりました、金曜日の定例配信会始めたいと思います。よろしくお願いいたします。いつも通りですね、21時過ぎ頃から、本日もミニ大会式の保存日を予定しております。それまでは文字愛の放送をお楽しみください。では今週もよろしくお願いいたします。
Oh!
はい、じゃあ第68回四季の舗装道始めていきたいと思います。よろしくお願いします。スワンピー側がロードさんの、あ、エクスパーさんのオレンジ色の竜ですね。 2P 側がロードさんのエスサガット。さっきまで配信で映ってたと思うんですけど、散々怠慢した後なんですが、これ厳正なくじ引きの結果第1試合。あ、こんばんは。もっと余計なことしたか、足を振ったところに。今エクスパーさん昇竜でかわしたけど、あれ噂のあれですよね、重なっててもバックジャンプで竜が避けられるってやつですよね。なんか起き上がり股間無敵があって。失礼しました、川島です、こんばんは。さあこれ S 差がかなり有利だとは思われますが、そこはエクスパーさんのムーブでそうですね。さあ真空、しかし安い。さっきなんかね、ノジアイの最後にね、分かったみたいなことをロードさんが言ってたんですよね。分かっちゃやばい。いやこの人の動きは分かんないですよ、まったく。そうですね、むしろエクスパーさん戦が上手くなっちゃうと流線がちょっとやばくなるかもしれない。なるほどね。逆にさあ、勝利置いてある。真空、真空一本取り返す。さあ、考えてますね。さあ、エクスパーさんが首をひねりながら何しようかなと。エクスパーさんでも、ね、波動の打ち方かなり、まあ、あの前と比べてはあのかなりね上手くなってますけど、今の出てないとかはちょっと。おお、全員ヒットで使っていく発露を真空に見出してる感じですね。まあ、確かに X 流で真空、まあ、ないとね。さあさあ、ロードさんが一発圏内。さあ、やっ、今タイガー入ってるわ、ピョってました。うわー、真空、2回目の真空勝ったのはエクスパーさん。さあ、ガッツポーズが出ましたね。さあ次は、バーチさんのバイソンかな。バイソンですね。さっき秘密兵器を授けました。お、なんか裏技を教えたんですか。はい、ダイヤショーガードしたらクレイジーが当たるよって。おお、それは結構周知の事実だと思いますけど。でもやっぱ最近始めた人とかではそういう ね、 あ、なるほどね、やってる人は当たり前のことでも。だから竜側としては、はい、そのクレイジーを持たれた時大足が振れなくなるんですよね。中足で止めなきゃいけない。そうですね、波動も打てない。踏み込んで中足打って、しかもそこで止めなきゃいけない。そうですね。おお、竜巻裏回りうまい。さあバイソン側スパコンがないと投げる。やっぱりね、あの高めのキックとかをガードしちゃうとね、もう2択になっちゃうんだね。そうですね、竜のやりたい放題になっちゃうんで。そうですよね。さあ今回は画面を押している。あった。お、うまい。竜巻暴れをとがめてちょっと裏に回ってしまったが、ダメージ取ったので悪くはない。さあヘッド。さあ竜巻で裏回らなかったですね。削りで使って、さあ真空フリット。おっ、裏にオア、振り向き上オアでした。上、いや、ストレートでしたね。振り向いて投げに行ったのかもしれないですね。なるほど。さあ3ラウンド目。さあこれ竜側は結構難しいと思いますけど、あのね、あのジャンプ大キックですよね。あれがね、高めで当たってもね、減るんですよ。さあエクスパタスマキ、ベガとかはきついやつですね。うわー、真空、今日は真空が当たる。ちょっと行ってきます。あ、セロさん行ってらっしゃい。さあエクスパーさんが2勝。さあ次はセロテープさんのキャラはザンギー。さあセロテープザンギー、流線はお手の物だと思います。さあしかしエクスパーさんはザンギ戦結構やってますから、
さあ、エクスパーさんの竜巻が面倒くさいとはセロテープさんはぼやいております。さあ、飛びはガードして、さあ、ガードガード硬いですね、お互いに立ち回りは。さあ、竜巻にダブラリ早めに出しすぎた。さあ、パーフェクトだぞ。さあ、ダブラリ出ない。あー、ピオールさようなら。ダブラリの確率がね、6割、7割ぐらいになってましたね、今ね。それじゃあ球は避けれません。さあ、高めのダブラリが当たってめくりから昇龍返した。さあ、ダブラリ当たったが、さあ、今ヒット確認できていれば。さあ、ダブラリ、さあ、間合いを詰めていくが真空がある。さあ、中キック、おー、真空で対空した。お、これは今の台足うまかったですね。ちょっと歩いて、あ、俺、連勝中のエクスパーサーに入ったのはカワシムの DJ ですね。さあ、波動を踏まして、さあ、エアスラ踏んでめくりはガード。勝利が出る。アッパー使っていって、さあ、時間はまだあるが、さあ、ちょっとここワンダウン壁なのでめくりはない。パコン使ったが後ろから投げ、エクスパーさん強いですね。さあ、スラキャンエアスラを使ってじわじわと細かいテクニックを使いながら追い詰めようとしているが押し戻される。さあ、踏んでシンク使っていくスタイル。球踏ませて、さあ、動けない。最後踏み込み台足。あえなく最後スパコン出ませんでした。さあ、これモツさんのブランカー。さあ、エクスパーが 4連勝中かな。さあ、裏回り中パンは2発食らったが、さあ、体力的にはさあ、これでほぼ5分。さあ、真空溜まってない。さあ、勝利。さあ、中ボスガード。さあ、ブランカ側はなんとか噛みつきに行きたいが、あっと、ここは強気の投げが通る。さあ、竜巻で裏回ったが噛みつき確定。さあ、体力半分持ってかれましたね。さあ、竜巻、さあ、どうする。さあ、真空ガード。これブランカ側結構難しいですよね。流線は、流線はそうですね、なんかごちゃらせないともう全然勝てないイメージですけど、勝ちパターンで見たことがあるのが、おっ、これはバーチカル。
先ほど見たことあるのが波動に前飛びして3段入れてピュアらせるパターンと、はいはい、あとこかして重ね中足中足ローリングでやっぱりピュアらせるパターンぐらい。なるほどね。じわじわやってるとやっぱりどうしてもさっきからね結構噛みつき見してるんで多分置き攻めが結構通用すると思いますよ、はい、通りやすくなってるからですね、はい。スパーさんは割り切って通常体育のとこと勝利のとことブランカ通常と落とすのは結構難しい気がするんですが、おっと真空ドンピシャー、ここはぶっぱ真空がリバランにヒット。さあ噛みつき、さあブランカ側、おっバーチカル重ねていった、起き上がりちょっと遅らせて勝ったのはモツブランカ。さあ期待値削り勝ち。さあ山本さんですね、ほぼ山本さん。さあチュンリーかな。さあエクスパーさんは4連勝かな、4勝か 4ですね。さあほぼ山本さんはチュンリー。さあチュンリーブランカ、さあチュンリー側、まあ開けるわけにはいかないカード。さあのらりくらりと、さあ噛みつきが入ったか。さあ噛み合ってないですね。さあ山本さん、ブランカ戦はあまりやっていないのか、ね、ブランカチュンリーやっぱりブランカの方がきついと思うんですけれども、まあでもあんまやる機会ないですか ね、多分ね、チュンリーがブランカと一度まとわりつかれると実は結構やばい。さあのテンションがね結構当たらない場合があるんで、はい、お大キックを選択。さあ噛みつき、さあ何もできずに何もできずに山本さんが死亡。さあモツブランカが2連勝。さあここで歌舞伎くんのバイソン。さあモッツブランカが小足をピッピッピッと、さあヘッドで掴んでいく。さあブランカはピョン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 しているが、さあ飛んでいると落とされるだけ。さあじわじわ歩いて距離を詰めていくしかない。あっとここは反応した、コパングランド2ヒットですね。さあブランカが なんとかねまとわりついて、あのぴょんぴょんして裏表裏表で痛いのを入れたいと。さあこの次ですね。さあガード、今のうまいですね、空中でちゃんとローリングで落として、あっと噛みつけない。さあ離れてしまうとバイソンはスパコンがすぐ溜まっちゃうんでね。さあこれで分からなくなった、ね、さあすかしからつかみ。さあでも勝っているのはブランカ側だぞ、まとわりつけれたかな今な。おこれはコキックで止まって、期待値ローリング、ローリング。さあ1本ずつお互い取って、あとは早い、見えない。さあワンチャン噛みつきから、さあ次の竹が、あーそっからいけないとね、あー打ち、あーこれは体力的にきついぞ、ダイヤシレンダースパーコン打った形、打った時だけ飛んでましたね今ね、打った時だけ飛んでいた。おワンチャンあるぞ、あー逃げられた。振り向きヘッドが出て勝ったのは歌舞伎くん。さあモッツさんは2勝。さあ歌舞伎くんがモッツさんを倒して、次は、ネロさんですね、ネロガイル。さあ開幕オア、さあいきなり画面味、さあ大パンブ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 ンしている、あーっとサマースカってしまう。これガイル有利ですか、
なわけはない。どうなんですかね。ガイル使いがなんか発狂した。首振ってますね。ガイルはきついと。さあワンチャンあるぞ。あー一体いいのを食らった。あー一撃取られて。さあこれで歌舞伎くんが、さあ上半身裸になってましたね今。さあ次はゴーくんの剣かな。 GOH ゴー。さあエメラルドグリーンっぽい剣ですね。あ、グリーン、なんだろうこれ、ブルー、何ブルー、スカイブルー。この色なんかね、あの、ニーヤさんも使うんですよね。結構多いですね、この色。さあ、先ほどの試合をちょこっとやっていたような気がする。さあ、剣はつかみから殺すしか手がない。さあ、オア剣でバイソン相手にしようと思ったら、剣はでも一回こかせば、ね、あーループが、うん、アントビからもうループするんで。なんか北海道の危険さんという剣がバイソン戦かなりヤバいというか話を、なんかちょっと前聞いた、はい、うん、なんかマッツンとかあとあの四季バイソンとかが見てこれはヤバいって言ったっていう話を聞いてるので。なるほど、はい、ヘッドが置いてあって、さあ、わからないぞ。あー、ヘッドは。さあ、歌舞伎くんが3勝。さあ、これクレジンさん、あ、2勝か、ごめんなさい、歌舞伎くん2勝ですね。クレジンさん、式に遊びにいらっしゃいました。最近始めたダルシム使いですね。この方、あ、ご存知ですか。なんか式にはちょろちょろ来たことがあるみたいなこと言ってました。あ、そうなんですか。はい、細道は初参加。なるほど。さあ、ダルシムバイソンはダルシムが頑張ればダルシム有利になる。3勝、3勝だよね、やっぱね。さあ、ジャックファイヤー。さあ、ここは見てからクレイジーですね。さあ、結構ね、バイソン戦は通常技も重要なんですね、ダルシムが。さあ、フレーム、ここは読みが当たって、さあ、あっと、今は投げに行ってしまいましたか。さあ、これ歌舞伎くんが4勝目。さあ、これ四季の守護神友澤バイソン。さあ、歌舞伎くんのバイソンと友澤くんのバイソン。さあ、強いのはどっちでしょうか。さあ、これいい勝負になると思いますね。さあ、ゴチゴチ、お、ゴチゴチいかず。さあ、ゴチゴチゴチ、さあ、刻んでゴチゴチ、おっと、ここは暴れている。同キャラ戦はあんまり好きな人がいないせいかあれですね。特にね、あの、はい、バイソン戦ってもうなんかね、見てからどうこうじゃないんで、ごちるかごちらないかみたいな。そうですね、ごちるかごちらないか、ごちるかごちらないか。思い切ってヘッド出すか出さないかみたいな。そうそうですね。これここはスパコン吐かず、多分でもムカつく行動が普段全部自分がやってることだから文句も言えないっていうね。なんだよクレイジー話かよとか。さあ、ここはダッと取り返していく。飛んだところにスパコンですね。さあ、友田くんはタンパを貯めている。さあ、放って
ちょっとゲージがね、こっからだと見えないんですが、さあどっちが先に溜まるのかな。あ、これで友田くんは溜まったかな。さあここは思い切って掴み返した。さあ高めから暗い暗い投げられるですね、あれね。さあどうする、ほぼ五分。あっとグランドがストレートで帰る。ここは三段が繋がってなかったか。しゃがみコーパンからグランド。さあ友澤バイソンが歌舞伎くんを4勝で止めたかな。4勝ですね、歌舞伎くん4勝。さあこれ、アッコさんが遊びにいらしてます。アッコさんは立川で、あ全然違う、山口県。え、なんでいるんですか出張、出張ですかね。さあそうですね、はい、アッコさんガイルですね。ガイル、ガイル、サブキャラのガイル。バンログ以外も使えるんですね。あっとここはクレイジー。さあ今のは見てからなのか、はいはい、さあガイル側はなんとか間合いを離して、さあサマー、さあめくりにはいかず、さあタンパ大きい、うまいっすね。さあここは高めの中キックで止めて、さあ大きい攻めきつい、投げ返した。ちょっと飛び早かったっすね、友澤くんがアントビをミスったところを投げ返し、サマー。さあこれガイル側はそうですね、あのソバットでなんとかオアを止めてソニックで削って画面を押し返そう。さあつかみにはしゃがみ中盤、あっとライアシ見てからですね今。あれでもモーション壊しと同じですよねほぼね、あのいや同じです、イコールです。そうですよね、誰かに聞きました、壊し中足って出してるって言ってましたね。誰で見てから画面は見てから出したつもりでも壊しだとあれはガードできているのかな。さあこれハク君がベガですね、練習中のベガ。ハクさん意外とベガ使ってますよ。あ、そうですか。うん、キャミーとガイル、まあ最近ガイルあんまやってないですけどね。 DJ とかもやってますし、ね、あ、DJ、なるほど。さあ、友田くんはベガのことは分かりきっているはずだ。そうですねさあ、何がきつい、ちょっと不利ですよね、何がきついのか分かっていますねタチコパン汚いなあれ、余裕ですね、冷静ですね。おっとめくり中盤ガードですね。さああのバイソンのぴょんぴょん、あれ強いんですよねあれね。突進系しかベガがないからですよね。あっとこれはケズリでヘッドねじ込まれるとちょっとあれですね。そうですね、無敵長いですからね、うっかりガードしちゃいますよね。タンパから欲望のつかみですね今。さあオアが見えない、見えるかそんなもんと。さあガード、あっお互いにつか前ジャンプダイパンはやばいの、なんだあれ。ちょっとハクベガがダメージをつかめてない感じですね。そうですね、ちょっと分かんねえよって。あっと頑張ってナイトメアって感じでしたが、どうする、止まった、おっとクレイジー止めた、ダイパン、しかし振り向き大パンニョキッといきましたさあバイソン戦わかんねえと。続いてすスー君、スー君は S 流かダルシムかどっちでしょうか。 S ダルシムじゃないですか S ダルシム、それはない、全面否定されちゃいました。S 流ですね。さあ S 流、まあちょっとめんどくさいキャラですが、まあバイソンとは言ってもバイソンです。 S 流ならまだいけんじゃないか、まあね、めくり竜巻があるんでね。そうですよね、分からんことをするチャンスは、あっと今ファイヤーハローだったら、しかし中足波動食らったのにクレイジーかくってたんですかね、距離がちょっと近かったんですかね。
勝利入れてれば抜けれてたような気もしないでもないですか。いや、あれの、あどうだろう、どうですかね。さあ波動拳、波動拳、はい、さあもうちょい、もうちょいがリード、はい、そうですね。お立ち回りしっかりしてますね。ガードしますね。これはいけそうな気がする。クレイジーが出なかったのか今のは。あっとなんか変な、しかし飛んでしまった。投げ返し厳しい、ごちゃらされてる。あーっと今の飛びはバレていた。残念、完全にアッパーで落とされた。今のは友田くん、まあアッパー透かして掴みに行った可能性もありますけど。ああそうですね、あの距離のもうオアは、まあ、見えないですからね。もうさあうねうねくん、うねガイル、うねガイルですね。さあバイソン戦は結構ガイル側の腕の見せ所といったところですね。週末のね、エクサ3ではだいぶあれしましたよね、活躍してましたよね。さあクレイジーガード、さあしっかり、しかし安全な距離でソニック打つ。さすがにバイソンは厳しい。さああの大パンを食らわなければまあ悪くないですね。あっとニョキッときた、前に歩っていたようですね今。なげ、あれどうするんですか。サマーサマーでいいの。いや ガードでいいんじゃないですか。ガードあっとピオリーチだが、やめてくれ。あっとバクチやめてくれ。サマーが完全にバクチ気味に出しましたね今サマー。さあ続いて中島さん、トモザ・バイソンが4勝目かな今のは。トモザ・がバイソンが4勝目ですかね。4勝してますね、はい、あ5勝目か、5勝目で挑むのは中島さんのホンダ。おホンダいいですね。中島さんがホンダですか。中島ホンダ、さあこれホンダならワンちゃんいけるのか。繋がってないがダウンまで行かれてしまう。さあこけたぞ、はい、今5勝目でこれを、おっとスパコーン当たっている。そうですね、中島さんのホンダ結構攻めるホンダですね。攻め系ですか。そうですね、あんま守ってない感じ、まあ、ガンガンレバー前入れてますからね、うん、ホンダなのに。おっとクレイジーガード、この前は何も確定し、あっと張り手確定するのかなあれ。おっと尻から着地投げ、あ壊し壊し、おっとドスコイをヘッドで、あの距離で。さあおっここはしゃがみコパンかな、相打ち、相打ち OK でしたね。そうですね、さあドスコイを大キック、ジャンプ大キックで止めましたね。しかしあーっとピヨってしまう、3発でピヨってしまった。最後はタンパ削り、すごいですね、恐ろしいですね。バイソンあえなく中島さんのエドモンド・ホンダが、あちょっと待ってくださいね。さあ友澤バイソンが6勝目。さあこれロードさん S サガかな。さあ S サガさすがにきついぞ、ロード S サガ。さあこれねヘッドを出しても意味ない間合いがねかなりあるんですよ ね2発目をガードさせられてしまうということですよ ね抜けても、あもう読み置き気味のヘッドを出しておかないとダメなんですね。見てからヘッドだと意味ない。さあスパコンが溜まってこれでタイガーが打ちづらくなって、おっとアッパークレイジーで出し、アッパーで出したクレイジーが5発ヒット、着地前段ヒット。さあしかしまだアッパーかで死ぬ、おっここは先端を当てにいった、あれアッパーかすかりそうな感じですね今ね。
つかせるんじゃないですかね、うまいことやると。さあ、うまいですね、トマザ・バイソン。あ、ワンチャンピヨっていたが、そうですね、直接タイガー打っちゃいましたね。さあ、今のQヘッド重ね、うまいですね、あれ感覚ないですね。この距離感でタイガーは読まれたくはない。アッパーヘッド、しかし削り圏内になってしまう。あっ、下タイガー強気で打った、強気で打ったが、やはりクレイジー、どうにもならず。さあ、トモザバイソンが7勝目。バーチバイソン、バーチバイソンですかね。バーチさん、バイソン以外あんま使ってるとこ見たことないんですよね。お前エクサー3、週末のエクサー3も大活躍でした。さあ、開幕はトモザバイソンが溶かしていく。さあ、画面端掴んで、うわー、うまいなあの読み合い。さあ、ワンチャンあるよ。おっと、掴めなかった。クレイジー削りで終わらない。しかし大キック打ってましたね、危なかった。ああ、前歩いて大パン、鏡大キックは危ない。ストレートなぜか垂直ふんわりしている。ごちゃごちゃっとワフワしてって、そこはヘッドガード、あっという間に画面端を背負わされてしまう。ああ、押しが強いな。うん、これはしかしクレイジー削り、あっという間。さあ、これワンチャン、セロさんの友澤バイさん、これ8勝ですかね、今8。そしてここでセロテープさんのザンギ、おっと、ザンギ残念。さあ、バイソンの天敵、これはあるんじゃないか。しかしもう8勝なんで、さあ、チュンリーと DJ ぐらいに並ぶ天敵ですね、ザンギュ。スクリューではなかった。しかしスクリュー、スクリューうまいな。まだある。さあ、大丈夫。こっからでもセロさんは死ねる。さあ、掴み返した。ここは歩き、あ、今スパコンが溜まってなかったのかな。歩きクレイジーなのかなと思ったら、素直に掴みに行ったところ掴み返されてます。お、スクリュー。さあ。お、ダブルアリを引っ掛ける。こわばれた。お、最後はフライスクリュー。しっかりしている。ここでカーシムさんですね。カワシム、ここでセロテープさん勝利で、カーシムさんが、トモザーバイソンが8連勝で止まり。カワシム、ザンギ、まさかの同キャラ。どうなる？どうなる？緑のザンギと黄色のザンギ、画面上は色鮮やか、非常にカラフルな画面ですね。しかし1回目のスクリューはセロテープさん、お互いリバーサでダブルアリが出ている。最後はスカッシュスクリュー多分あのドロップキックの先を当てに来るのかなと思ったんでしょうね。お、フランクパワーボム、開幕フラパワーが決まり、お、立ち台下行くからのジャンプスクリューで、おっと、まだある、フラパワーフライスクリューだが、どうする。おっと、残った、アイチョッケで残った。ネクストがエクスパ、エクスパさんの竜。しない、なるほど、珍しい。
ここに来てゲントリーしてない方がおられた。最後はアトミックスープレックスでしたっけ、そんな忘れてしまいました。ダブルジャーマン、ダブルジャーマン違うな、なんだったか忘れてしまったな、技の名前を。なんすか、フライングパワーボーム、アトミックスープレックス。あのフライングパワーボームの近い版はアトミックスープレックスで。アトミックスープレックスです。大丈夫ですか、走らない版は、はい、アトミックスープレックスです。アトミックスープレックスでした、やっぱりウォリアってやつですよね、はい、かっこいいやつ。あれゲージが相当溜まりますよね。そうですね、ゲージも溜まるし、一応スクリューでダメージが大きい。あ、そうなんだ、はい、おっと、ダブラリに竜巻が刺さった。あれ確定じゃないですよね。垂直にスクリュー、垂直ジャンプ、着地をスクリューで座れる。おっと、暗いもみ、しかし死にきらなかった。変な突きが出て着地昇竜擦りすぎて今ジャンプが出たのか。ダブラリで抜けていく。さあ燃やして、波動打つタイミングを気をつけたい。竜巻暴れ、これがエクスパー流の嫌なところですよね。そうですね、裏か表か分かんないですよね。昇竜だがガード後のスクリュー。さあ勝ったのはカーシム。チュンリー、黄色いチュンリーがホウヤモツさん、黄色いザンギエフがカーシム。さあクラゲクラゲで体力半分まで持っていった。ただ画面端が近い。さあクラゲ、地上戦もクラゲ、対空もクラゲ。さあ1回触った、体力2割で。さあカラジャンしたが残り1割5分、1回触った、あるかこれ。さあ当然出すよねといった感じ。時間もなかったのでかなり厳しかったんですが、まず1ラウンド目取ったのはクラゲ。さあ揉んで変なテンション。さあドンピシャでバニシング出していたんですが、今日の川島は変な頭突きが出る。使っていく、50秒ぐらいで使ってももう1回溜まるのであまり問題ない。さあ引っ掛けて、体力が5分になったぞ。さあ体力勝ちは残機だが、めんどくさいものが画面端に光っている。さあドンピシャの飛びが通って川島1本取り返す。さあ今度は画面端まで行く時間が短かった。これで圧をかけて殺していきたい。ダブラリ、さあコンボミスからドンピシャの飛びが通ってスクリュー。そうですね、あの下がりクラゲ、下がりクラゲで体力がどんどん減っていってゲージも溜まっていくみたいのが、そうですね、パターンなんですけどね。なんか出ちゃうんですよね、前にね。どうやら出てるのか詰められてるのか。さあモツブランカとカワシムザンギエフ、これはブランカ有利なのかな、カード的にはどうなんだろう。そうですね、かなり微妙な感じですよね。いやまあそんなに極端なあれじゃないんですけれども、いい勝負ですよね。でも
ただブランカ側をさばこうと思うとザンギ側にかなりテクニックが必要な感じはありますね。そうですよね、機動力がかなり、はい、あの垂直攻撃をとがめるのがちょっと難しいんですよ。ジャンプ台形横に長いしジャンプ小形は下に強いみたいな感じで、ザンギフはギリギリで透かしてちょっと歩いてどうこうするとか、なんかそういうテクニックを使わないとあの垂直攻撃から近づけない。おっとで対空もそのコマンドとかじゃなくて通常技で落ちるんですけど、はい、まあ、ちょっと難しいザンギフみたいな、ザンギフに対するダルシムみたいな感じで技さえ間違えなければちゃんと落ちるみたいな、うんうんうん、なるほど。じゃんけんですね。じゃんけんになってないですね。なってないですか。ザンギ一方的、間違いなければブランカが出るんで。ああなるほど、仕掛けれないということです、ね、ザンギフは間違いさせるようなことをしないといけない。さあさあ画面端はブランカだが体力大幅リード。おっと最後雑巾掛けリバナでしたね。でモツブランカ勝利。続いてさあ続いてネロさんのガイル、梅があることネロさんですね。さあおっとこれ画面端行くとガイルが厳しいんじゃないか。ちょっとお、しかし根性投げ、体育落としたかった。リバーランが厳しい。さあ2本目、そこはソニックなのかサマーなのかちょっと分かりにくいがどっちなんだろう。しかしどうしてもためてしまうと固まってしまうときはありますね。これはためキャラとしてはしょうがないところなのか。神にいった。さあもっと容赦なくローリング重ね。あそこはゲージがあったから使ってもよかったんではないかという感じはしましたが、はい、あすいません、クレジットですね、モツブランカ勝利で、続いてゴーさん。ゴーさんは選ぶの剣、剛剣。おっと飛びが刺さる、飛びが刺さる。めくってローリングでめくっての頭突き。攻める攻める、ガンガン攻めていく。やっぱブランカはあれですね、飛びがちょっと落としにくいところがありますよね。そう、まあ強いこう判定の攻撃飛び込みあるんですけど、今のジャンプショーパンとかかなり強いですね。そうですよね。なんですけど、まあ一応剣は勝利剣は大勝利あるんで、はい、そうですよね。そうです、落とせないと厳しいですよね。まあ早いんで、まあ全部反応できるわけじゃないんですけど、まあ、ちゃんとやると波動打ったときとか一文字台足打ってるときに飛べるかどうかみたいな。そうですよね、よく考えたら、はい、波動打ってたら勝利いらないですよね。一文字で結構勝利できますよね。あ、じゃなくて波動打ってるとこに飛ぶか一文字打ってるとこに飛ぶかっていう、はいはい、ブランカ側がですよね。そうです、はいはい、それ以外は落とされてしょうがないみたいな感じで、さあ勝ったのはモツブランカ。ここで次がクレジンさん。クレジンさん選ぶのはダルシム。いやこれ微妙だな、全くこの組み合わせ見たことないな。ダルシムブランカ、はい、なんかあんま見ない組み合わせなんで全く分かりませんが、ブランカにロマンがあるような感じですね。ブランカあるんですか。あります、ロマンあるんですか。あります。でもダルシム有利ってことですか。そうです。あ、やはりそういうことなんですね。まあ腐っても上位キャラですからね、ダルシム。そうですね、これもさっきのあの残機ブランカの時の逆みたいな感じで、ダルシムがやっぱり間違えなければといった感じですね。あー落ちるってことですね。はい、しかしちょっとクレジンさんはまだそこら辺が分かってないところもあるのか。かなり難しいと思います、うん、バックジャンプ大パンチとかね、そういうなんか、おっと見事フレーム踏ませる。でしかしファイヤー打った時に相手が飛んだらなんかダメージ取らなきゃいけないんですけど、それが難しい。なるほど、
画面端厳しい。こうなってしまうともうガードしかないですもんね。かなり特殊行動しないと。さあ今みたいな体験が今のナイスですね。おナイスナイスの落とし。しかしゲージがなかった。大キックともらってしまう。モツブランカ勝利で歌舞伎くん。歌舞伎くんさんは選ぶのはバイソン。わーと。これは厳しブランカが厳しい組み合わせだと思うが、結局あれですかね、ブランカは紙しか技がないような気がしないでもないんですけど。あ、まあそうですね。キャラ的にどのキャラに対しても最終的にダメージソースは紙っていう感じですか。安全に削れる技がないので。おっと、相打ち OK。どっちだ、ダブル KO だ。そうですね、ローリングはいろんなキャラに反角食らうし。そうですよね、はい、で別に中断があるわけでもないし、なのでまあダメージソース噛みつきですね。噛みつきを見せて噛みつきを嫌がったところにやっと血出しが入るかもしれないよみたいな。そういうことですね、はい、ただバイソンのヘッドはだいぶ無敵が長い。おわおわ3連発でピヨってしまう。ゲージも溜まってるのでもう削りきれない。最後はグランド。バイソンとしてはこれですね、このパターンじゃないですかね。そうですね、あとはあとガン待ちでもいいですし、うん、バンからゴチゴチいった。そうですね、強いキャラはああいうこともできるので。そうですね、別にブランカしかできないわけじゃなくて、当て投げはバイソンでもできるよみたいなところはありますからね。そうですね、これが強いキャラのやばいところで。やばいっすね、これは。歌舞伎くん勝利へ、歌舞伎くんさん勝利へ、続いてアッコさん。ここで、アッコさん、選ぶのはバイソン。あー、ごめんなさい、バルログ。はい、コメントいっぱい来てますね。 X ゲーマーズさんからも来てますし、スーパーファミコンさん、スーパーファミコンさん、うん、続いて下がウニカさんですかね。ウルツゼル、こんばんは。皆さんこんばんは、見ていただいてありがとうございます。はい、と言ってる間にオアオアクレイジーが決まって、バイソンがまず1本。はい、お、うまいことヘッドで拾った。お、しかしテラ3発目はいかず。しかし爪がない、爪がない。おっと、ニョキッタ刺さってしまう。おっと、最後はスライディングを刺した。ちょっと危険な押し込みをしましたが、さあお互いヘッドとヒョウと、おっ、ヒョウにストレートが入る。どっちだ、どっちだ、全くわからないやつが。しかしゲージはお互い持ったのか。お、早詰め。お、ゴチゴチいった。おっと、再びゴチゴチ。オアから最後は爪が刺さる。ゴチゴチループでよかったんではないかっていうところでしたね。続いて、アコバルグ勝利で、続いて、お、ハクベガ、またハクさん、ベガ。あれ、バルログはもしかしてベガに不利なんじゃなかったのかな。
違ったかな。さあ、うん、しかし捕まってしまう。バルログ難しいですよね、やっぱりね。攻め方に迷うというか、守り方が守りきれないというか。最高ガードさせたが着地投げされてしまう。あっこバルログ1本。最後テラーで落としていく。そして着地小重ねで、あれですね、やっぱバルローグとしては一度ダウンさせたところを塔で殺すまで行きたい。おっと、しかし光った。死ぬのか。死んでしまう。光った。はい、アコバルローグ連勝で続いてダルシム。ダルシムなのか。あ、ダルシム、ダルシムである。スーさんのね、ダルシムもね、久々見ますけど、結構でやっぱ強くなってますよね、最近特に。なんて偉そうなこと言ってますけど、スーさんですか。はい、かなり強いんじゃないですか。ですよね、はい。ですよね。まあ、この画面を見る限りそういう感じは一切伝わってこないんですけど、バルログがそれを超えてる可能性がありますからね。そうですね。そうですよね。強いを超えている感じがありますね。おっと、強いとかそういう問題ではないみたいな。ガード方向がわからない。しかしガードしすぎると投げられてしまう。さあ始まったぞ。来た。これが勝ちパターンだ。おっと、ドリルが、ドリルゴチ、お、落とした。チョップで落とした。お、最悪だ。相打ち取って勝ったのはバルログ。蹴るほど落とせなかった。バルログアコさん勝利の、続いてはい、続いてウネさんですね。得意のバルログ戦ということで、クレジットがない。ちょっと待ってください。いや、これバルログのね、やっぱりね、かわし方が大変ですよね、どのキャラでも。はい、守っても守りきれず、攻めても攻めきれずみたいなになっちゃうと、やっぱりどうにもならない。なんかプロのガイルがバルログに勝ってる動画がネットに上がっているので、なんかそれをもとにガイル有利なんじゃないかみたいな話もあるんですけど。あー、なるほど。プロ、プロ？プロ。プロってどなたですか？伊藤プロです。あ、伊藤プロ。はい。なるほど。伊藤プロ、ガイルも使われるんですね。伊藤プロのガイルバルログの動画はもう本当にガイル使いに希望の光を。そのバルログはもしかしてあのバルログですか？そうです。あのバルログ。世界一のバルログ。そうです。あのバルログとやってちゃんと勝ってるっていう。なるほど。中部勢の研究熱心さに頭が下がります。すごいですね。ガイルでバルログに勝つ。さっきのブランカじゃないんですけど、はい、ガイルが一生ガードしてたらバルログ側は一局、はい、まあ、投げに行くしかなくなるので、はいはいはい、それだけ、そこだけちゃんと返すっていうようなスタイルが基本ですね。投げを落とす。なるほど。まあ、まあ、歩いて投げに来るかバルセロナで来るかですけど、あ、なるほど、うん、どっちかです、はい、ね。まあ、さあ、めくり3段。めくりから引っ掛けた。うまいこと3段。あ、ヒット確認したんですかね、今の。したんでしょう、きっとと思われるんですけどね。いやいやいや、エクサは決勝リーグまで進んでるプレイヤーですからね。してなかったら死んでますからね。そうですね。しかしアッコさんのバルログもだいぶ独特なスタイルだが、かなり強いと思われる。さあ逃げ台パン、そ
バットの後ソニックサイジ、ソニック、さあ最後はソニック、サマー溜まっている、サマーが間に合っていた、あったのはウネがいる、はい、続いて続いて、ウネガエル勝利の中島さんのガエル五分ですね。さあソニックを数えて、ソニックを数えて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 、ソニックを数えていってもらう、ソニック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 、ソニックの回転次第でほぼ勝負が決まると言われているのか、どっちなのか、ん、体力がほぼ同じぐらいだが若干、おっと食らってしまう、おっとウネガエルリード、まためくりを引っ掛けてからの3段、まさかの、さあさあ2ラウンド目は、2ラウンド目ウネガール、いやいや優勢、ただ時間はたっぷり、おっと突っ込んでしまう、ソニックをもらって、おっと相打ち OK、 おっとこれで両者1本ずつですね、もっと大足ソニック飛びを落としていく、お、ガードをしていない、何かをしたのか、ソニックを食らってしまう、あー若干ウネガエルリード、体力的にはウネガエルリード、しかし時間はまだある、30カウント、飛ぶ飛ぶが、さあ10カウント、おっと最後はゾバット巻き返した、中島ガエル巻き返し、続いて中島ガエル勝利で、中島ガエル勝利で、続いてトモーザーさんのベガ、トモザベガ、さあ、中島ガエルが 死ぬまで続く、8ですかね、8勝まで、トモザさんまで入れて8、ああなるほどなるほど、そういうことですね、しかしそっか、そういうことか、トモザベガはなるほど、8勝を超えないとトモザバイソンになってしまうということですね、決勝は、さあ、うーん、画面上は若干ベガが有利な、あーリードしている感じ、おっとサマー出してしまった、大サマー出してしまった、おっとここで中島ガイルが敗れて、トモザベガが勝利で、これトモザベガが8勝以上しないといけないですね、しないとバイソンになってしまう、ベガかバイソンかを選べると、はい、じゃあ気を取り直して、はい、
友澤ベガ頑張ってもらいたいですが連勝数、ロードさんのなんだっけ、エサガット、そうですね、はい、青パンですね。さあやばい、なんか何人も出なかったふでした。そうですね、画面端にいつも間にかいて、さあこれはどうなるのか。お、入れ替わった、入れ替わってタイガー打って、タイガー打って、タイガー打って、おっと最後で抜けた、タイガー打って、タイガー打って、またタイガー打って、タイガー打って、そうですね、死ぬまでタイガー打たないとダメですからね、このキャラ。そうですね、相手が死ぬまでは。アパカが、おっと外れてしまう、しか最高で削り、まっすぐ行きましたね。バックジャンプで良かったような気もしますが、トモザバイソンが、あのトモザベガが負けるまで続くんですが、ただいまバチャが3人目ですね。これさあバーチさんが止められるのか、おのちって強気掴みにいった、おっと最後アッパー、あれベガ今浮いてましたかね、最後多分ですけど逃げ中パンとか打ってたと思います。なるほど、起き上がり行動とかでジャンプが早いので、ですね、はい、びっくりですね。二フレでしたっけ、確か二フレですね。おと投げて潰す、しかし暗い投げヘッド、おっと掴みに裏落ち中パンチ、ナイトメアたまらず、暗いナイトメア、しかしガードしてデビリーバス、これもおっと最後は分かんない、逆になってしまった、どちらか分からないデビリーバス、トモザベが勝利で3勝目。続いて、あっと続いてここで当然選ぶな、ザンギのセロデブさん、あれエクスパーってまだいますかね、それエクスパーさんいます、続いてエクスパーさんです。あーごめんなさい、待て、ウェイウェイ、友澤さんが勝てばエクスパーさん、セロテプさんが勝ってもおしまい。おっと垂直ジャンプ、タイク画面端背負わされてしまう、まだ死なないが削りでヘッドプレス、逃げれるのか、あっとナイトメア、なぜ今ガードしてなかったのかというところ、おっとしゃがみ中足、どっちだ、おっとベガが立った、エクスパーさんお願いします。ノー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 、まだまだ、はい、エクスパーさんの竜ですね、トモザベガ対エクスパー、エクスパー竜は余すことなくベガの大嫌いの竜巻をガンガン打っていく、
と竜巻から投げ、いやらしい。お、酔ってしまう。生真空。まあ、なんでもいい感じですね。生真空。アッパーショーでも生真空でも。で3発もらってしまって、お、さあ着地にダブル2、ドンピシャ、竜巻暴りでもダブル2。あれ今ガーフですかね。ガーフではないと思うんですけど、さあでも対空にならすることもできますよね、よく考えたら。そうですね、ジャンプの着地に着地昇竜でも出ていればという感じなんですけど、ってことですよね。ちょっといやらしいですね、そう考えると。さあエクスパーさんの竜巻暴れのポイントを掴んでいるかのごとくの。そうですね、近寄らせない形ですね。おー、ナイトメア、ナイトメアきっちり。わーっと竜巻暴れ呼んでいた。さあ、トモザベガが今のところ5連勝ですね。背中蹴りから投げる。三段ピョロない。ヘッドもちゃんとガードしている。相打ちから、さあカニモード。スピニングで切り返す。さあ謎ムーブでしたが、逃げ中継の折り際にタッチ系が入る。投げて、さあすらめくり、ナイトメア、さあセロロット、最後はサイコクラッシャー。トモザベは6勝で、カシム3。はい、カシムさんはザンギを選んだ。ダブル引っかかる、スクリューあるのか。しかし逃げられてしまった。背負わされてしまった。逆にザンギは厳しい。おっとガブラリュ投げる、うまい。スクリュー入ったがまだ生きている。うわ、ジャンプ中パンチ読んでいたが潰されてしまった。あーっと食らってしまう。しかしピヨってない、ラッキー。なかなかダブラリを引っ掛けることが で引っかかったが、スクリュー、しかしゲージがある。お、しかしスクリュー構わず重ねにいった。
厳しい、これは厳しいか。おダブル2、怪しいダブル2。お互い牽制で小バー待ち、小バー待ち、そんなあからさまに。おっと、しかし空中で3発拾ってお手玉で攻めない、攻めない。んー続いて、トモザベガが1、2、3、4、5、6、7勝。そうですね、同一で時間もありだし、同一で選んでいただいて好きな方形ですね。2位が3人いるんでってとこですよね。そろそろ時間も危ないので、はい、おっとダブルを出してしまう。今のはうねりスペクトが、まあ出したければ出せばいいんですよ。そうですね、でも今立ち系、おっと反応、うおーサマード落とす、めくりはナイスガード、下段からのダブルに投げて投げる、めくりかどうかわからない。さあ友座さんがベガでも8連勝、8連勝なので一旦ここで終了と、はい、はい、で友田さんがまずこれなんですかね、チャンピオンの権利として下が決まるまで待ってあげてもいいですかね。そうですね、じゃあまあ両方8連勝したご褒美で、はい、4連勝が3人で8連勝が友田さんが1人で2回やってるので、はい、友田さんベガとバイソン選べるんですが、そうですね、あの下々のものがまず2位決めをするので、あなるほど、決まったキャラを見てからてベガとバイソン好きな方かぶしていい。なるほど、わかりました。じゃあ、トーダさん、2位が決まり次第どっちか決めていただいて構わないです。選んでいいです、選んでいいです。2位決をします。はい、2位決め、じゃあまずグッパーしてもらって、グッパーで組んだ相手がまず第一試合です。いやいやいや、はい、グーとパーで、はい、じゃあモツさんとエクスパーさんでまず 1P、2P 決めてもらって第1試合で、いや、一先じゃなくて2連勝した人が勝ちです。あ、なるほど、はい、だからちょっとグーパー負けちゃうと最初ちょっと不利なんですけど、リュウ、ブランカ、バイソンで、リュウ、ブランカ、バイソンっていう組み合わせ、はい、2先というか2連勝、誰かが2連勝するまでです。あれ、これでもちょうどいいあれですね、三つどもえですね、キャラ的には。いやどうなんですかね、ブランカがかなりかわいそうなイメージがあるんですけど。なるほど、抜きんでてバイソンか、なるほど。いや、リュウそうですね、あちょっと組み合わせ的にはまあバイソン、リュウ、ブランカぐらいの順番じゃないですかね。バイソンが抜きんでて上よりもブランカが抜きんでて下の方が、そんな感じですね、両方のキャラにあまりお強くない感じで感じですかね。はい、さあ今やっているのは2位決め、4連勝のモツブランカ、エクスパーリュウ、歌舞伎くんバイソンね、そこからまず2位を決めます。ここは先ほど勝っているモツブランカとしては、さあ1、0ロット、あー最後のショーパン飛びなら落ちないんですかね、ちょっとブランカつかないんでいまいちわからないんですが、ザンギーでもよくやられるんですよね、ゼロロットで、うん、ジャンプ小径重ねられてからの昇竜削りみたいな。さあ切り返す、中段の2発目を埋め込んでいく、いやらしい動き、トフィーの竜巻、竜巻投げ、バチカルが溜まってたらねどうにもなんないですけどね。さあ真空使って体力はほぼ5分、ファイヤー近めファイヤー、ああいうところで起き上がりに波動拳重ねないのは回復昇竜、今年初めて見た、今年3月も終わろうとしているのに
いやいや、あんな完璧な形の対空勝利、おっと、サヤ竜巻ヒット。じゃあ、歌舞伎くんさんが入っていただいて、2勝した方が、2勝した方が勝ちとなります。2連勝です。2連勝、はい、連勝ですか。2連勝です。途切れたらばダメです。じゃあここでエクスパーさんが勝てば終わりということですね。そうです。連勝ですからね。そっか、そういう総当たりではなくそういう形か。なるほど。終わるといいが、しかしそうすると2連勝だとやっぱりどう考えても1キャラ抜きに出てるような気がするんですが。そうですね、僕はモツさんは歌舞伎くんを応援するしかないと。そうですね、はい、勝ってもらわないと終わってしまう。おっと、クレイジーが入る。さあヘッドからクレイジー。さあ、ラウンドの合間にバイソンの悪口があったですがバイソンディズられてますね。はい、まあ、顔も悪そうですし、やってることも悪いですからね。しかしバイソンのしゃがん台はやっぱり顔がでかいですね。でかいです。さあヘッド、おっと竜巻が刺さる。グランドだったか。お、しかし真空を抜ける。さあ使っていってしまう、ため直しか。お、下がりダイヤシー減りましたね今。さあ歌舞伎くん勝ったのでエクスパーの連勝はなし。さあモツブランカ九死に一生、細いが道がつながった感じです。そうですね、巻き返しがまだありますからね。しかしさあ歌舞伎くんは勝てば決勝進出。しかしキャラクターは厳しい、ね、噛むしかない。本日3回目らしいですが、でも多分ブランカ使ってる方とか、あのザンギ使ってる人とかもそうなんですけど、もう、はい、ね、キャラがどうこう言っても始まらないので。そうですね。さあもうあとは自分を信じるだけですね。ロッククラッシュ、おっと、残念。今のバックステップは何かあるのかと思いましたけど、バックステとヘッドが噛み合っちゃって先に使ったのがバイソンだったって感じですね。そうですよね、噛めたかもしれないですねブランカが。ちょっとタイミング分かんなかったんですけど、多分バイソンが別に狙ったわけではなくて、そうでしょうね、暴れ読みでヘッド何か出したらば入ってきた感じですよね。相手もステップをしていたと。さあおっと、今のは釣った形か。噛む、噛みついて、噛む、まっすぐ上から噛んだ。さあエクスパー大喜び、やはりブランカはこれ。さあエクスパーさんはモツブランカを応援するしかない。これいいですね、このそうですねルール、この星結構好きなんですよ。なるほど、2連勝しなきゃいけないっていう。さあ一体感ありますねこの3人は。はい、しかしさあ頑張っているんですが、ブランカー頑張って近づきたい。これがキャラ坂といった感じの、電撃を出すが引っかからない。さあ潰していく、噛めなかった。最後は命がけのヘッド。さあ歌舞伎くんが2連勝、これでそうですね、2抜けしたのは歌舞伎くん。そうですね、いや決勝じゃあ3先なんですけれども、トモトさんまず使うキャラ選んでいただきたいんですけど、ベガで、はい、あと 1P2P 決めから、あ、はい、はい、じゃそのままで、はい、じゃ決勝進出は友田さんのベガと歌舞伎くんのバイソン、3先です ね、はい、みんな大好きな神ステージなんでこのまま続行ということで 1P2P も変更なしと。さあ 1P 側、ファイナルですね。 1P 側、歌舞伎くんのバイソン、 2P 側、友澤さんのベガということで、さあ画面端で固められている。お、最高ヘッドで落とす。
ふわっと中足埋め込みからのダブ2でピヨってしまう。さあ2ラウンド目、これはトモザ・ベガの方がやはりやり方を知り尽くしている。バイソンの嫌がるところを攻めてくる。はい、トモザ・バイソン、あ、トモザ・ベガ勝利です。1本目はトモザ・ベガですね。で、2本目、歌舞伎くんさんのバイソンは攻めどころが厳しいみたいだ。だいぶ苦しそう。さすがに技があるとサイコマジックも、おっと、割ろうと思ったら無敵技さなきゃいけないので、ヘッドで割っていく。おっと、裏に抜けてから投げられる。ちょっと歌舞伎くんさん厳し苦しそう、戦い方が。そうですね、やはりそれだけ対策がしっかりしてるってことですかね。多分この日のためにいつもバイソン使ってるんじゃないですかね、友田さんは。この日のためだったんですか、こういう。あ、なるほど、なるほど。ゆうべがさんもあの逆戦やるのは大事だみたいなことをね。そうですね、はい、つぶやいてましたよね。絶対1週間ぐらいにはもう逆戦飽きたっつってやってないらしいんですけど。そうらしい。そうね、はい、そうなんですか。やたらあれですね、この四季の大会でセロデフさん、ゆうべがさん持ってきますね。最近来てくれないから寂しいなと思って。大好きなんでしょうね、多分ね。サイコが当たってしまう。2本目もトモザ・ベガ、リーチをかけたのトモザ・ベガ。さあ3本目、これが最後になってしまうのか。歌舞伎くんさんは頑張ってここはもぎ取りたいところ。投げて、おっと、ヘッドで割っていく。最高、重ねから削る。ジャックファン、あーっと拾われてしまう。そしてナイトメアまで、しかし4発なので、あ、なるほど。さあリーチ、ヘッドプレスと思わせて投げ、ヘッドプレスは重ね方で表だったり裏だったり何にも当たんなかったり、すごいですね、あれはね。嫌ですね、ちょっと。さあリーチはトモザベがこのままストレート投げて行くのか。あー、ピヨってしまう。垂直からまだあるぞ、まだあるぞ。残念。さあ優勝はトモザベが、なんと予選決勝を通じて負けなしですね、ベガ。そうですね、おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと一言お願いします。一言お願いします。俺バイソンさんユリッチとやってるんで負けられないっすよ、マジで。うん、おっと、ユリッチとやってっからよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ユリッチさんとやってるコールですね。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。でもあれでしたね、ちょっとあれですね、歌舞伎くんさんはベガ戦頑張ろうって気になったんじゃないですかね。なるほどですね。じゃあ第68回四季の細道、2018年3月23日、トモザ・ベガ優勝ということでおめでとうございます。で、時間的にはまだあるので、あれですかね、あ、なるほど、今月はない。月齢、デートの式の月齢大会、今月はないようです。中止というか、あれですね、20… あ、そうなんですか。25日中止ということで、はい、あ、なるほど。あれ、あれ、そっち系ですね。おっと、歌舞伎くんさんが資材を投入して野地合台に、はい、じゃあですね、今月の25日大会ないようですので、出段式来られても大会ありません。
今月25日、明日、明後日ですね、今日23日なんで、3月23日金曜日ですね、はい、じゃあ配信台はこのまま後だよ続けていきたいと思います。すいません、今日もどうもありがとうございました。あ、達夫さんありがとうございます、コメントありがとうございます。じゃあお疲れ様でした。はい、失礼いたします。
ということで、23時になりましたので、この試合、終了後配信は終了したいと思います。よろしくお願いいたします。今週も、長い間お疲れ様でした。また来週も同じ時間で、配信いたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。配信の方を終了したい、したいと思います。では皆様お疲れ様でした。失礼いたします。